始まりました。キャプテン本田泰斗チャンネルでございます。このチャンネルは元日本代表の本田泰斗さんがゲストをお招きして対談をしていく番組となっております。ということで本田さん、今日も始まりました。はい、よろしくお願いします。お願いいたします。でですね、今回のゲストなんですけれども、前回に引き続き元日本代表の森島さんをお招きしております。はい、社長、よろしく、今回も。よろしくお願いします。もう前回に続いてって言ってから、もういいよとか言うのないでしょうね。ない、それはないよ。ありがとうございます。社長、たまらんです、社長、それは。いや、もう、まだちょっと2回目にしても、その社長というあれがちょっと慣れないですね。慣れない。社長って慣れないか、でも社長だからね。でも日々やっぱね、しっかりしていかないといけないなというのは思いますよ、それは。それはね、みんなそう思います。佐々木さん、テーマお願いします。発表させていただきます。元日本代表森島弘明がすごいと思う選手4選ということで。まあすごい選手たくさんいるけどね、4人に絞ったってことだね。はい。じゃあ早速だけど、1人目はもうそれはね、まあ。パッとやっぱ出てくるのはね、本田泰斗選手ですね。またもう忖度いらないからさ。いや、本当ね、もうやっぱね、自分たちがやっぱ代表入ってきたら、僕らセレッソってやっぱね、2年遅れで入ってますから、J リーグ。J はね。で、J リーグ入って2年遅れで入ってから、代表またこう入っていって、だからいろいろ J を経験してる人たちばっかり中で入っていったじゃないですか。だからそういった意味では、自分たちがそこからこう代表でやっていくときに、やっぱ先輩の存在ってやっぱ大きいじゃないですか、もう自分たちも居場所を探して何ってね、そういうところで言うと、やっぱ本田さんとかなんか、俺らもすごいやっぱもう可愛がってもらったので、だからまあそういう意味で、試合はちょっと怖かったですけどね、一応ちょっとマッチアップするからね、試合はもうさらっともういつものように、バッとニコッとしながら、ガツンと削られながらも、まあ痛みに耐えて頑張ってはいましたけど、俺らも。普段のプライベートっていうのは、本当にね、やっぱすごい。まあそういうところがあって、それがやっぱ自分たちがピッチに出たときにね、やっぱこう自分たちのプレーに集中できる環境を作ってくれたという意味では、まあこう忖度で本田さんを入れとかな。完全忖度だしさ、特にさプレーのことあんまり具体的に全然話してないけど。プレー言ったじゃないですか。俺らがお世話になってる。いや、プレーは痛みに耐えてよう頑張った。数々削り倒されて。それが物語ってるわけね。いや、でもね、本田さんもね、どっちかというと、俺らみたいにこう身長高い方じゃないですか。まあ、森氏ほぼ体格は一緒だよね。で、ボランチって結構やっぱり潰すし、ゲームの適所にこう、ね、ゲームつなぎ役にも徹しなあかんし、ある意味、あそこのポジションでゲームも読まなあかんじゃないですか。まあそうね。で、それを、その身長と俺は変わらないけど。いや、いいんだよ。いや、あそこの J リーグでその当時なんて、数々の世界で、あんだけもうワールドカップ何やって活躍した選手とか有名な選手いっぱいおる中で。まあね、マッチアップ大変だったから確かにね。そこであそこにね、やっぱ常に本田さんの存在感を出してプレーしてる。だから、まあよく言うね、相手からしたら、もうめちゃめちゃもう、まあこういう言い方あれですけど、うざがられる、もう本当にイライラ、そういう選手って逆にいい選手ですもんね。相手にうざいと思われるような選手っていい選手ですよ。そうね、ブスマルクとかね、嫌だったろうね。そうでしょ、もう本当、何回もやり合ってる姿がもうよう出てましたよね。ビスマルクが初めてイエローもらったんだけど、俺を突き飛ばしてからだからね。もうたまらずにね。たまらず。だからそこも含めてやっぱりね、そういう部分でやっぱそこのポジションで、しかもアントラーズのね、上昇軍団の中でやっぱりやっていって、また代表でもこうやって、俺ですよってやっていくその姿、これを外すっていうわけにはいかないですよ、これ先輩。いや、もう、いや、嬉しいよ、嬉しいけどね。でもね、俺がこの話してたら、本当にその当時やってた選手たちがみんな同じように、うわ、本当にうざかったなと思ってる選手たちがうなずいてると思いますよ。まあ我々の時代はね、特にマッチアップした選手はね、特にね。そうです、うちの後輩たちもね、うちもどっちかというと攻撃経験で攻撃にいろんな迫力って面白い選手いましたけど、本田さんに首根っこつかまれそうな選手たちもたくさんおりましたから。まあ。大久保嘉人なんかはね、もう。言ってないですよね。いや、もう。いいの。最近嘉人はね、LINEとかでもね、やり取りはしてんだよ。本当です。4戦言うて、4戦の中に1人入れてもいい選手ですよ、吉とは。ああ、なるほど。はい。というのは、やっぱね、自分もやっぱこんだけ身長低いながらも、ずっと攻撃選手をずっとやってきて、セレッソでも自分もやっぱこうね、引っ張っていくっていう気持ちもあって、元や片や西澤選手って、年はちょっと同じぐらいの中で、彼の存在というのもすごく大きいんですけど、やっぱね、高校でね、めちゃめちゃ高校サッカーで、大久保嘉人ってめちゃめちゃ活躍して有名やったじゃないですか。で、鳴り物入りでセレッソ入ってきたんですよ。ほんならもうやっぱね、あいつのすごいとこって結構シュートもやっぱすごいうまいんですよね。で、勢いもあるんですよ。ただね、勢いあるだけだったんですけど、本当にこう負けず嫌いというか、もうシュート外したら悔しがる姿とか、もう本当のサッカー小僧で、俺どっちかというとがむしゃらさが売りの方やから。うまさっていうのよりもがむしゃらさで、もう若い目が来たらもうガツッといって潰しとこうかみたいな。そんなイメージありましたけど、その吉戸が来てね、初めて俺なんかもう前線で遠慮して少しこうポジションこう譲ったりこうパス出したりね、一面が自分の中でちょっと出てきたんですよ。だから俺は選手寿命が短くなったのは大久保嘉人のせいだと思ってるんですけど。そうなんだ。まあキレッキレだったからね。キレッキレでした。いや、すごいなと思って、それぐらいやっぱり衝撃的でした。なるほどなるほど。久々になんかあんだけやっぱこうサッカーっていうのが本当好きで、本当にがむしゃらにやる。だから逆に自分たちもその姿勢っていうのはすごいいい勉強をさせられたような、ちょっとプレー面ではね、よくイエローもらったりレッドカードもらったり、すぐカーッときてね。ただ純粋に本当にこうサッカーの負けたくないっていう気持ちがなんかそういう風ななってるけど、普段って全然そんなことはないらしいね。そうだね。だからそういう一面にね、俺はやっぱこのある意味ちょっとそういう凄さをね感じてたんですよ。だから俺の選手寿命を短くした。でしかもセレッソ辞めてから J リーグで2年連続でしたっけ、3年連続でしたっけ、得点を。3年連続、やっぱすごいですね。だってそんだけ連続で得点をなった人いないでしょ。すごいよ。それは。彼をやっぱ高校生で見れたっていうのは、やっぱすごかったんやなっていうふうに思いましたね。ということは、1人目は俺だけど、おまけで俺が話したからよしと。あれ、それはもう2人目に入ってないんですか？入ってんの。じゃあ3人目でいいですか？3人目ですか。いや、やっぱりね、こいつはやっぱね、自分のプレースタイルが使ってもらうタイプなので、やっぱり七海吉はやっぱ外せないかなと思うんですよね。まあ、いや、これね、いろんなやっぱ使うタイプで言ったら、俊輔もやっぱすごいいい選手やし、で慎二とかもね、中盤でやっぱボールいい選手でしょ。もちろん。まあ遡ればそのパス出すというところで言うと。ラモスさんとかそういう選手たちもやっぱみんなもういろんな選手いっぱい出てきます。でもね、そのやっぱ七海博のパス、俺ね、高校の時も実は J リーグの前にも一緒にやってるから。高校の時は七海が清少で、森下だって東海第一でね、当時はね。で、高校選抜で3年の時に一緒にやったんですよ。でもその時も彼のボールから結構点を取らせてもらってるんですよね。なるほど。でやっぱその J リーグ入った時も、本当は大学卒業した時セレッソも七海にオファー出してるんですけど、その当時のやっぱピンク色は着れないっつってうち辞めたいう噂がありますけど当時ピンクだったね。でも当時からやっぱりね、そのパスのセンスっていうか、だから仕事をさせてもらう決定的なところを自分らが、だから柳沢とかも駆け引きがうまくて。自分がこうタイミングよく走ったところっていうものをうまく生かしてくれるっていう意味では、やっぱこの七海博のパスの質、これはやっぱり高いと思うんですけどね。これはどうですか？いや、すごい。俺も一緒にボランチでやってたりとか、あと対戦してたりとか、どの角度でもやっぱりね、凄さは感じてるね。やってても見ててもやっぱ観察力、当たり前なんだけど、みんなやっぱこうパサーで出し手がどの選手にもこう合わせられるっていうのはやっぱ観察力当然あるし、その特徴を理解できてる。前回も言ったんだけど、特徴を理解できてるんだよね。どこのタイミングで欲しいとかさ、細かく言うと右、今は左とか、どの角度でどこに欲しいとかっていうのが、大体こう理解できてる凄さはある。で、よく俊介に言われることはこう、言葉は俺も多分モリシも知らないけど、こう上から見てるように見えるらしいね、ボールを持ってるピッチ上で、長にもね。それがすごい、だから見えてる、そんなとこ見えてたのとか、そういうタイミングで出せんのみたいなところで出てくるじゃない。例えば心の声聞こえんのかなみたいなことを思った人がいて、これダイレクトで蹴ってくんねえかなと思ったらダイレクトで出てきたみたいな。いや、すごいですね。だからそれがすごいんだよね。だってダイレクトで蹴るか、こうツータッチするか、まあその状況によってね、もちろん出せる出せないっていうのはあるにしても、止めれるけどもダイレクトで出してもらった方がっていう、なんか自分がふと思ったところを感じて出してくれるってね。そうそうそう。それを感じ取れる凄さ、それが名波博ですよ。いや、そうですね。いや、今本田さんが言われたようにね、俊介とかも上から見るっていう話あるじゃないですか。これ改めて、今なんかやっぱスタンドのやっぱ中継とか上から見るじゃないですか。上から、そうだね。全体見えると、ようやっぱ見えるじゃないですか。見える。だから上から見てる人でよく言うのは、なんであそこに出せねえんだよとかっていう人がいるんだけど、いやいや、お前ピッチ上でお前それ見えねえだろみたいな。そうそう、上から見てるからそう言うんでしょっていう。いや、それをね、俺最近改めて感じますよ。ピッチレベル入ってパッとこう最後の終了間際ピッチレベルいくと全然見えないですよね。見えないでしょ。これでよく見れるなと。そうそうそう。だから彼らもすごいんだよね、やっぱり改めて。それはやっぱりその凄さはね、今まあ代表してやっぱその辺のこうポジションで名波博って言いましたけど、まあいろんな選手たちまだいますけどね、もちろん数々いろいろこうやってきましたから、もうほとんどの選手に自分はもう生かしてもらいながら仕事させてもらいましたから、まあみんな元さんもうまかったですしね。まあうまかったね。